地で暮らすおじさんの1週間の Vlog である。今いろいろテストしてます。 Wi-Fi で動画をダウンロードするのと、あとこのね有線で C2 ライティングの有線でダウンロードするの、どっちが早いか。アプリが文字が打ち込めないからなんかおかしいなと思ったら、 iPhone 自体にアプリがかかってたね。これでアプデして、アプリもアプデして使えるかどうか。仕入れできるか。さあ今週も始まりましたが、さっきから鳴ってんのは300円ばっか。最安値からスタートだ。はあ、どうしようもねえな。マジか。週の初めから月曜日から最安値の連発だ。またダブル400円台だし、シングルも300円連発だし、しかもいつも500、600円もらえるところを300円台っていう、もうめちゃくちゃだな。冬になって戻るかね。300円で3キロの道のりを慎重にコーヒーを運ぶとか、アホらしくてやってらんねえな。これこれは無理だな。ちょっと選ぶか。
300円で追うリスクじゃねえこれ。4キロでも5キロでも370-80円ぐらいで、今取ったのは 1.6キロ、300円ぴったし。なんだかな、もうめちゃくちゃだよ。最近のなりだと時間にぐらいしか行けないのに、そのうちの一軒が300円とかだともう終わってんだ、マジで。もうこれ以上厳しくならないだろうと思いながら、それ以上どんどん厳しくなるっていう、まだ下があるのかって。どこまでひどいことすんの、ほんとひどい仕打ち。やっと近距離500円っていうのが来たけど、困ったね、マジ困ったね、こんなペースじゃ。老人がなけなしの金で宝くじ買う気持ちが分かってくるな、だんだん。もう夢に希望もねえしな、すがる思いだよな。そんな日本だよ、もう大半の人がそうなっちゃうだろうな。ワンちゃん初めてかもな、こんな一日中300円が続くの。マジ終わったわ、もう無になってやるしかねえ。呆れるっていうか怒るっていうか、どんな感情を持ってももう無意味だから、無で配達するしかねえ。マジ終わってる、ほんとバカにされてるような感情になっちゃうな、舐めてるわ。最後の最後でめっちゃ待たされた、今日一待たされた。お疲れ様です。ひどい、いつもと同じ量やって 2,3,000円損する。あー地獄、マジ勘弁してほしいわ、やりすぎだよ。月曜からこんなだから怖いんだよね、ほんと。もう平日全部あれになったら地獄だわ、マジで。今日リアルに他の仕事考え始めたもんね、ちょっとやりすぎいくらなんでも。死ぬ前うまい、レンチンしても。ちょっと高いけど新米食べよう。
そしたら東上島なんでそろそろって感じだった。今メッセージでセブンナウのクーポンが今日まで3000円以上買うと2000円引きっていうのがあるっていう情報をいただいたんで、最初お酒頼もうかなと思って頼んだけど、お酒はねなんかカウントに入んないみたいで、だったらまあエナジードリンクでいいかなって感じで頼みました。特にね結局低価販売スーパーで買うのとそんな変わんないんだけど、お酒とかはね結局ね、ただエナジードリンクはスーパーでもほぼ10円とか20円ぐらいしか多分割引しないから、エナジードリンクだったらだいぶ得だなと思って、まあしょっちゅう飲まないんだけどね、とりあえず買っとこうかなって感じで。難しいよね、こういう何を持って得になるかって考えるとね、食べ物とかはね結局スーパーで買った方がワンチャン安くなるんじゃねえかって感じにはなるし、まあエナジードリンクが一番いいのかな。うんって感じで今注文しました。100円ぐらいで12本ありでしょう。1本100円以下だしね。よし、10時半になりました。今日も頑張ろう、低単価を積み上げて。平日ずっと300円なんのかね、これマジで本当にいい加減にしろよ。この水も100円で買ってる場合じゃねえな。でっけえ水買って水筒に入れるしかねえな、めんどくさ。300円なんかで働かされたらそうなるわ。ガソリン代もしれっと上がってってるし、また一回下がったと思ったら収入はどんどん下げられて物価はどんどん上げられて、この日本のめちゃくちゃさよ。言うてアメリカとかオーストラリアはね物価はすげえ上がってても収入も上がってっからね、もう国の政策がクソなんだよな日本は。マジ終わってんだよあのメガネ。セブンイレブンが来た。あれだね、セブンイレブンの注文すげえ増えたなと思ったらこのクーポンやってたからだね。まあ言うて今日までだろうから明日以降どうなるかね、注文自体も減っちゃうかね。とりあえず2キロで360円だから行くけどさ、まあどっちにしても行かないことには始まんねえし、クエストも取れなくなっちゃうし、ほんと4キロでも300円だし、5キロでようやく400円ぐらいになるかなって感じで、ほんとひどい。昨日ねたまたま 4. 何キロ1000円っていうの来たけど、みんなが行きたがらない店だねあれは、だからその金額になったって感じで。
ほんと基本300円しか来ねえ。やる気なくす。いただきました。ありがとうございます。10キロのダブルで600円なんて誰が行くんだ。家方面が今取れたから一旦ちょっと帰って飯食って、で家でオンしてなったらすぐ出よう。ああどんどん休む時間がなくなる。こんな単価だと数こなさないとな。うん、買っといたから100円ちょっとで、それでうどん、毎回こんなに安くは済ませようとは思わないけどね。安く済むときは安く済んだ方がいいね。一個一個一から作るってなるとすげえ逆にお金がかかるから、ある程度惣菜を利用して安く済ましても、野菜もクソ高いしな。ネギも普通のネギ買いたいけど170-180円するでしょ。もう刻んだあんま美味しくないあのネギの方がいいよね。あれ100円で割引シール貼ってあればもうちょっと安くなるし、てかそのネギすらも今日買おうかなと思ったけどなんかもったいないからやめた。本当はネギ入れて食いたいけど、うまっ。食事は村で作られたもの、異民族に組み下として村長を取り押さえています。なってるけどそんなもん誰も行かねえよって案件ばっかしかなってない。ずっと俺もキャンセルキャンセル。いい加減にした方がいいよ。お客さんすげえ待たされてんじゃないの。やっと400円来たけど、それでもね、いつも5、600円もらってる案件だから納得はいかねえな。ありがとうございました。同一レベルです。そんな腹減ってねえんだよな。お疲れ様です。とりあえず風呂入ってから考えるか。さっきステーキ買ったからステーキでもいいし、ラーメンでもいいし、たこ焼きでもいいし、マヨネーズで食べてみよう。おろしニンニクとマヨネーズ。ありだ。一生やっとるっていうぐらいの気持ちでやっとるから、そんなに全部
味噌ラーメン、具はもやしのみ。さっきたこ焼き10個しかなかったからな、足りなかった。食パンがまた食べると胸焼けするようになったが、しばらく食パンはやめよう。あ、バナナでいいかな。バナナ買ってきて。家を出た時の一件以来ずっと出発ができない。全然いい案件が来ない。遠くて安いのしか。今日からセブンイレブンも難命可能性あるしな。昨日まですごかったけどな、セブンイレブン。クーポンがあったから渋いね。セブンに関しては一回もならねえし、ああ厳しいな。マックの新しいシリーズもそこまでの人気じゃねえんだろうな。マックのナビも弱くなってね。うん、お久しぶりの、久しぶりっていうかもう何年ぶりだ、公園配達が来たな。多分わかるでしょう。今日とか公園で食ったら気持ちいいだろうね。渡せました。すげえ美人の人が来た。あー公園気持ちいいな。弁当とか作ってここで食うのもありだよな。ハゲたおじさんが一人で弁当食ってっけど、ありだよね。が悪いわ。もうねちょっとね、今ストレスを飛ばしに行きます。今からもう無理。マジ3時間ストレス飛ばそう。どこまで上がったっけ。
りづらい。7時になっちゃった。ちょろっと働いて帰りますか。どうぞ。ポスト行くわ。
おお、ご飯うま。ちょっと水を多めにしてもっちり炊いてみた。できたわ、ちゃんと。らしい。いやー、なってくれ。昨日全然なったからな。あ、終わった。1点目取れた。あ、体が痛い。あ、マジであったかいね。あったかいどころか暑いぐらいだな。ぼちぼちしかならねえな。まあただあったかいし風もないし、ほんと気持ちいいね。味、本当はアジも買ってカツオも買ってってしようと思ったけど400円になっちゃうからな。使いすぎだよな。うん、うまい。刺身とカレーは合わないだろうな、多分。Ah.
り来てえな。片道 2,3 時間運転するのがめんどくせえんだよな。勝浦の方まで行くと。とりあえず月曜から木曜まで、まあ月火水は本当300円ばっか続いて、今日は100円ぐらい上がってたね。まあ明日またどうなるかもわかんない、週末もどうかわかんない。なんとか5、600円まで戻ってくんないかな。こんなのが続かないと祈ります。週末が良いことを祈ります。それではお疲れ様でした。